これら2つの課題に応える運動が欲しい。私が勧める運動の骨子は次の2つ。第1は、運動の生活化。第2は、体は動くようになっていることの再認識と実行。運動するためには、いつ行うか。用意するものは。費用は。どこの誰に相談すれば。を考えていると、ついには諦めたくなるというものです。そのように考えるのではなく、一番大切なのは、生活そのものが運動になることです。仮に、運動処方の専門家に頼んで、自分に必要な運動量を調べ、専用の運動プログラムを組んでもらうとしましょう。しかし、それも継続できないのならば意味がありません。運動している時の運動量よりも、運動していない時、つまり日常生活での運動量の方がはるかに重要です。端的に言うならば、一日中ベッドで横たわり、運動するときだけ、綿密に運動プログラムをこなすといった生活があるのか、ということを考えれば明白です。現実的で生産的な運動のあり方を優先に考えましょう。例を挙げて考えます。筋力トレーニングで、上腕三頭筋の強化運動というのがあります。本当は、わざわざ腕立て伏せをしなくても、窓ガラスや床を雑巾で拭くだけで十分鍛えられます。左右の手で交互に拭きます。きれいになんか拭けなくていい。私の健康のためにしているとだけ考えましょう。中途半端でも何でもいい。疲れる前にやめましょう。もう一つ、立ちしゃがみ運動で、だいたい四頭筋の強化運動というのがあります。椅子に立ったりしゃがんだりする運動です。これは洋式トイレですればいい。用足しが終わった後、余分に10回立ちしゃがみを繰り返すだけです。さらに、買い物はウィンドウショッピングの時間を長めに入れたら、歩く歩数も増えます。エスカレーターをやめて階段にする。お出かけは時間に余裕を持って家を出て、目的駅の一駅手前から歩く、なども有効です。その他、洗濯物を干すときに、シワを伸ばすようにパンパンと広げれば、大胸筋のトレーニングに、掃除機をかけるついでに足を伸ばすストレッチ、お風呂上がりに、立ちくらいタイマエこごめ、工夫次第でいろいろできます。いずれにしても、日常生活のちょこまかした動きが、血液循環を、抑止健康効果は多分に得られることでしょう。おすすめとして1点だけ挙げるとすれば、やはりウォーキング、歩くことです。現代は歩かない社会です。どれぐらい歩かないかは表にを見てください。これはある会社の勤務時間中の歩行歩数を調べたものです。平社員はよく歩き、上司ほど歩く歩数が少ない。社長さんに至っては500歩しか歩いていません。人間は本来よく歩く動物です。現代のような文化的生活を営む前までは、食料確保や移動のために、日中ずっと歩き続けることもしばしばありました。